品性は4つ要素があります。4大原則です。もうこれを高めてください。こうすれば確実に人間力を身につけられるという公式があります。人間力ってすごく曖昧ですよね。どうやったら自分は人間力が身についたのかって可視化できないし数値化できないので、私は去年よりはなんとなくなんか人間力身についた気がするし、本来の人間力を取り戻せた気がするけど、それって一体どういうことだったんだろうみたいなことを公式にしてみました。まず1番、セルフイメージですよ。これですよね、セルフイメージです。ここでユニバーで学ぶセルフイメージとはマイセルフとユアセルフのことですよね。世間一般だとマイセルフのことだけを指す場合が多いんですけど、ここではユアセルフのことも指します。まさに自分のことも相手のことも高いイメージを持てるかどうか。それでもまず自分だけ、自分はちゃんと、あ、自分だけ、ごめんなさい、自分は高いイメージを持たないといけない。私は全然大したことないんだけど、あっちゃんはいいな、すごいな、尊敬できるなっていうのは、これはね、あんまり yourself のイメージが高いって言わないんですね。まあ言葉がちょっといまいちですけど、卑屈って言ったりしますよね。卑屈、羨望、羨ましいって言うんですよね。悪いことじゃないんだけど、自分が謙虚で相手のセルフイメージが高いっていう、私なんか全然大したことないけど小山さんは本当にすごいと思いますっていう人も悪かないんだけど、でも成長しにくいよね。一歩間違うと、あれは小山さんだからできるんだってなっちゃう。こういう人、人間としては悪くないんだけどね、全然。でも何か自分が志を果たしたいとか、何か誰かの役に立っていきたいねと思った時に、でも私なんかじゃ無理だってなりがちですよね。だからやっぱり両方高い必要。逆もダメですよ。自分は超すげえ、翔平全然大したことねえ、これダメ、全然ダメ。これはセルフイメージが高いんじゃなくて、ただの優越ってやつです。まあ翔平まだ若いしなーとか言って、まあ、俺の方がすげえやーとか言って調子こいてて、で翔平みたいなこうすごいやつが突然来年から年収1億とかになると、負けたみたいなんです。そうです。で多くの場合にここ嫉妬入るんです。嫉妬入って足引っ張ったのみたいななったりするんですよね。これそう、優越というのは全くセルフイメージが高いとは言いません。前も例で言いましたよね。ここに座ってるこうゆかりはね、今日着てる服みたいな調子こいて赤いベンツに乗ってるわけですけど、そうゆかりなんかは今でもおそらくベンツをガーってくっ飛ばしてる時に軽自動車を向こうバーンと追い抜くと、あーでも先にっていう感じだと思うんですよ。そう、ところがそんなゆかりもでガーって調子に乗って湾岸道路をかっ飛ばしてる、湾岸道路、伊勢湾岸道路をかっ飛ばしてる時に、湘南の方じゃなくてね、伊勢湾岸道路をかっ飛ばしてる時にランボルギーニにグワーンって抜かれると、やっぱりベンツランボルギーニにはかなわないわってなるかもしれないですね。そう、これはね完全にこう優越感との表裏みたいなので、自分のセルフイメージが高いとはね、まさに私たちの人生は本当にセルフイメージ通りになりますよ。改めて強調しておきます、本当にセルフイメージです。全てはもう根本ここですよね。セルフイメージ高いっていうのは、いわゆるナルシストみたいな、ああ私っていい男いい女みたいなではなくて、それでもいいんだけどっていうよりも、もうちょっと深い意味で自分の人生を愛おしく思い、自分というこの世界でたった一人の大切な存在を愛おしく思うということです。これすごく大事なことです。だって世界にたった一人しかいないじゃないですか。で一人一人に、ね、その人にしかない本当に役割とか可能性とかすごくあって、私は例えばゆかりと同じこと全くできないですよ。そんな風に例えば女性のね、その美容とか健康をお手伝いしたりとか、あるいはそういう高度な占いのテクニックを使ってね、皆さんの人生をこう展望するみたいなことは全然できないです。未知みたいにこのね、センスあふれるストールを巻くこともできません。私がそれを巻くと多分ね、アフリカの原住民みたいなそのセンス半端ないわけですよ。そうで、しかもなんか感性のままにそのカメラを撮るみたいなことは全然できないです。私カメラ全く持ったこともないので、デジカメあったかなうちにみたいな状態なので、携帯貸したぐらいはできるけど、そういうねセンスとか感性全くないんですよ。って考えると、一人一人すごいいっぱい可能性があるんですよ。皆さんできますか？
国立岡山大学に行ってたと思ったら俺の行くべき道はここじゃないとか言い出して、そこをスパッとやめて一般受験で名古屋大学に入る。誰のこととは言わないけどすごく嫌な感じですよね、鼻につきますよね。すごいことですよね。そんな能力ないですよ私たち。そうって考えると一人一人可能性の塊なわけですよね。そうで、そうやって何の話だったっけ、そうセルフイメージをきちんと持つ必要があるってことですよね。自分と相手に高いセルフイメージを持てているか、自分と相手の可能性をどこまで信じることができるか、これは生涯上げ続けてください。どこまで行っても終わりはありませんね。いわゆる歴史的な偉業を成し遂げた偉人とか、あるいは人類の本当に思いやり愛に貢献してくれた聖人と呼ばれる人たちは半端なくセルフイメージ高いですよね。例えばね、本当にあのイエス・キリストさんで言ったら、ね、最後貼り付けの刑にあった時に、変な話ですよ、セルフイメージが低い人だったらなんで僕はこんなに正しいことを伝えて人々の幸せのために貢献してきたのにこんな目に遭わなきゃいけないんだろうってなってもおかしくないですよね、でも言い伝えによると貼り付けって本当にここに釘を打たれるわけですから、ね、手足に、手と膝とか足の甲に、ね、であの丘の上にこうやってさらされるわけですよね。で自分の重みでどん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 呼吸困難に陥って、でそれこそ鳥とかがつつきに来るんで、でどん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 失血して死んでしまうという非常にこう残酷な経緯なんですけど、で言い伝えによると、イエス様っていうのは、その私ねキリスト教の人じゃないですけど、でその亡くなる時に寸前まで、あのこの人たちを許してやってほしいって言って、人々の幸せを本当に願い続けた、祈り続けたっていう言い伝えがあるんですよね。すごいことだと思います。まさに自分の人生や自分の存在ということを本当に信じて、そして相手の存在を信じているからこそそんなことが言えるわけですよね。この人たちも本当はいい人たちなんだと、どうか神様この人たちを許してあげてくれって願いながら死んでいった、すごいことですよね。セルフイメージで究極までいくとそういうところまでいくのかな、目指したいですよね。私たちも自分自身を心から信じる、相手のことを心から信じるってこと、もうこれだけでも人生変わるんです、で2番目はまさに心の力です。心とはまさに強さや広さや温かさがある、ね、強さとはまさに諦めない心、ね、簡単に諦める人はやっぱりなかなかこう人間力高めにくいかもしれないですよね。せっかく高い志を持ってて、あるいはこういう夢を叶えたいって思いがあっても、やっぱりやめたっていう、すぐ諦めちゃうとやっぱりそれは強いとは言わない。だからこの強さを粘り強くしていく必要がある。でもこれね、セルフイメージとやっぱリンクしてるんですよ。セルフイメージが高ければ諦めない心って芽生えやすいんですよね、でも逆に言うとね、セルフイメージ低いともうやっぱ俺じゃ無理だってなるかもしれないね。そうだからこういうのは養っていく必要がある。粘り強さ、そして広さ、許し、利他、これ許しって言います。許し、利他、貢献、広い心で、さっき話したネルソン・マンデラさんなんか本当に心が広いわけですよね。自分たちをいじめ続けた、で暴力を振るい続けた白人に対しても許そうって、僕は許したよ、じゃあみんなも許せるはずだよって黒人の皆さんに言って、白人の人と手をつないで国を変えてたわけですよね。すごいことです、ね、そして利他的な心、まず自分自身ももちろん幸せにしながら、その幸せをもっともっと相手のために使っていく、ね、で温かさ、まさに愛や恩や感謝、犠牲的精神とか、そういうのを持てるようになると本当に心って強くなってきます。強く強くなってきます。こういうのを強さ、広さ、温かさ、私は今、ね、それこそ数値化してもいいかもしれないけど、10点満点で言うと何点ぐらいだろうと。皆さん割と高いところと低いところあるかもしれないね。これなどなので、もっといろいろ項目あると思うんですけど、どっちかというと諦めない、ほう、ああそうだね、おお、そう、その辺そうだね、諦めやすい割と、おお、オッケーオッケーオッケー、ものによる、ものによるよね、あのお嫁ちゃんのことがかかると絶対諦めない。やばいどっちかというと心広い方かなっていう人が、まあ割とは
もそうだよね、広い、広いそうだよね、みんなね、うん、ここにいる人たちそうだね、リーダーとか、犠牲的精神みたいな割と強い方かな、なんだろうな、本当にこう、うん、自分がちょっと損してでも誰かの幸せのために貢献できる人のことをまさに犠牲的精神、まあ代表例というとマザー・テレサなんかそうじゃないですか、まさに自分の人生とある意味引き換えにして誰かの人生を救い続けた一つの究極の姿ですよね、うん、ガンジーなんかもそうでしょうね、うん、こういうのを持てるようになると本当に人間として魅力が増していきます。あ、すっごい大事なこと伝えましょうか、人生の究極の、皆さんが究極に人生を得、得って言うと語弊あるけど、究極に幸せになりやすい原理原則、薄っペン買ってくればよかった、喜んで、じゃあってちょっと違うな、かい、かい、口の下にかい、口の下にかい、そうそうですね、そうそう、喜んで損をする、究極ですって、やだなと思いながらやるんじゃなくて喜んでって寄付しちゃったりする、お返しや、これ究極ですって。人のね、幸せとかを追い求め続けた、ね、日本ではあんまり知られてないですけど、超もう世界中で研究されてるある日本人大学者の方がこう言ってました、80年ぐらい前の人ですけど、究極ですって、これ喜んで損をすること、一言で言うとこれだ、まあそういうことですよね、結局誰かのために、いや、自分もいっぱい支えてもらったんやから、ね、僕らが今この命があるのも結局ね、この国がこう安定してるおかげですしね、うん、だからちょっとでも目の前の人になんかちょっと貢献できたら、それもそれで変な話、本当にこう日本中は、ね、素晴らしい安全な美しい国への恩返しになるかもしれないし、ね、余談ですけど、私ね、空手やってた頃にイラン人の友達がいたんですよ、うん、で、その友達とすごく仲が良くて、こう日本語教師してるんでちょっと年上だったんですけど、日本語めっちゃうまいんですよ、うん、で、もう何、お互いにはこう、だって悪口冗談で言い合えるぐらいすごく仲が良かったホスロってやつなんですけど、そうすると一緒にね、合宿とかに行った時にちょっと深い話になってね、イランってそのイラクとの戦争でいろんなことがあったりとか、内戦があったりとか、いろんなことがあって、そういう深い話になった時にホスロに言ったんですよ、お前の国って大変だなって、いっぱい中東の方ってさ、っていろんな問題抱えてさ、っていう話をしたら、ホスロがね、珍しくね、怒り始めた、バカなこと言ってんじゃねえぞお前って言って、上手な日本語で、なんだなんだ、今日急に怒ったと思って、お前のとこの国の方がよっぽど異常だって言って、え、なんでなんで言ったら、うちは俺らの国はな、ってどんだけ国が大変だっつってもな、年間に2万人も3万人も誰かが自殺したりしねえよって言われたんですよ、うわと思って、なんてことだって、うん、で、ああいう大変な国でもそんなことはないんですって、でもこの国はそういうことが年間何万人ってね、3万人近く、3万人以上そういう悲しい自殺とかが起こってるので、まあある意味異常事態ですよね、本当に何とかしなきゃいけないなと思うんですけど、でこんなに豊かで安全で美しい国だからこそ、私たちはもっともっと誰かのために喜んで損することができるかもしれないですよね、だってミサイル飛び交ってないんですから、うん、いつ本当に空爆されるかとかね、明日を生きられるかどうかみたいな心配してる人いる？いないでしょ誰も。そうだとしたら、私たちはもっともっとある意味自分のことだけじゃなくて相手のことって考えられるはずなんですけど、でもね、日本人ってね、本当に寄付しないんですって、世界人民の中でダントツの寄付額の低さ、別に寄付税一文じゃないんだけど、やっぱりね、そのなんていうかな、大事なことだと思うんですよ、みんなコンビニで千円札ピッて入れれる
寄付に。あれでピッと入れる日本人すごく少ないんですよ、うん、で外国の割とそれは当たり前ですからね、すごく貧しい人でも、うん、やっぱりそれは宗教の違いとかもあるんでしょうけどね、うん、そういう寄付っていう文化がすごく根付いてるので、ね、まあ、もっともっとだから私たちは別にお金出すって意味じゃないんですけど、なんか、誰かの喜びのために自分の、命、時間、あるいはお金みたいなものをどんどん喜んで使ってもらうということはすごく大事かなと。それがまさに犠牲的精神ですよね。そう、本当はね、この犠牲って言葉の中にね、もう人生のその原理原則がすごく凝縮されてるんですけど、今日本人が最も嫌う言葉の一つです。自分が犠牲は人ではなりたくないみたいな、自分が損はしたくないみたいな、逆逆これですよ。そして、まあ、これも深いんですけど、3番、視野の広さです。視野って公式にできます視野とはで皆さんどうですか、視野って人としてね、人として視野の広い人間になりたいですか。今なりたいよね、なりたいよね、なりたいよね。それで、ね、公式化できます。これね、今後ちょっと詳しく言うんですけど、もう今日やっちゃおう、第3です。視野とはすごくシンプルで、こういう公式です。立場かける焦点です。どこから見るかかけるどこを見るかです。こんだけの話でも深い、わかります。まずこれメモっといて、どういうことかというと、いや日本では、ね、割とこういう定義の仕方です。一つの物事に対していろんな切り口から分析したり、いろんな見方ができる人のことを視野が広いって言うんですよ、割と。ところがもう一つ、要素があって、りょうちゃんがね、りょうちゃんという立場だけではなく、でもな、太郎ちゃんって例えば女性って立場から見てもこんな魅力的なところもあるなとか、あるいは社会人って立場から見てもあめっちゃこんないいとこもあるやんとか、ね、あるいは子供たちの立場に立っても優しいとかあるし、こんないいとこあるやんみたいな、もうなんか太郎ちゃんになんかほくろがいっぱい出てるみたいなんだけど、そう、こういう感じでいろんな立場からも物事を見れることのことを視野が広いって言います。だから立てる立場が多くて、見れる焦点が多いことを視野が広い人間って言います。私たちはもっともっと多くの人の立場に立って物事を考えれるようになりたいし、もっともっといろんな立場から多くの焦点に焦点を当てれる人間になりたい。って考えると視野って結構シンプルに広げられますよね。すごい絵になったねこれね。カメラ回ってるけど大丈夫かこれあ、カメラで映ってないのか、よかった、大丈夫これだいぶ放送コード的に問題があるかもしれないね俺かなそう、これがまさにね、視野の広げ、多くの立場と視点を持つことができるか。あれ、ここごめんなさい、ここだけなんか過去がある、消しておきます。品性とはまさに視野の広さも求められます。逆に言うと、自分っていう立場から狭いところしか見れてない人っていうのは、どんなにセルフイメージが高くてどんなに心が豊かでも、ちょっとね、あの人視野狭いよねって言われがちです、うん、こういうね、自分の立場でなんか狭いところにしか焦点当てれない人っていうのは、どっちかというとね、自分は正しいってなりがち、うん、自分の言ってることは正しい、あんたは間違ってるみたいに なりがちですね。そういう人たまに言いますよね、うん、俺の言ってることを俺の言うとおりにしてりゃいいんだみたいな、うん、それはまさに多くの立場でちょっと立ててなかったり、多角的に物事を見ることができてない人だから、私たちはそういうふうになっていきましょう、ね、どんどん立てる立場を増やして、どんどん焦点を増やしていきましょうねっていう話。そして4番目です。心の使い方です。結局これね、すっごい深いことが書いてあって、日々どんな心を込めて生きているかも大事なんですけど、2番目です。どんな心遣いを積み重ねてきたか。心って
でね、積み重なるんです。心なんてね、全然そのなんか目に見えないし、一瞬心で、例えば私が太郎ちゃん腹立つなって怒ったとしても、そんなものはこう風になって流れていきそうじゃないですか。別に人に見えてないし、俺が太郎ちゃんを怒ったことなんて誰にもバレないって思いがちなんですけど、これね、最近のいわゆる最先端の遺伝子の学問とかで証明されつつあります。人間が思ったこと感じたこと全部記録されてるって、ね、村上和夫さんなんかですよね、まさに。でそれがね、次世代にも受け継がれてるって、恐ろしいことがね、分かってきてるんです。どうやら私たちの思ったこととか、使った心というのは全部記録されているらしい。それは科学的な方の切り口ですけど、でも感覚としてすごく分かります。私も本当に心って積み重なるなって。だから今日明日ちょっといい心で生きたからといって、そう簡単に何かが変わるわけじゃない。でもいい心遣いというものをね、喜んで損したり、誰かの幸せのために本当にそれを願って、そして行動に移してみたいなことをずっと積み重ねてると、不思議なぐらいね、人間力が上がっていくんですね。でも4大原則です。セルフイメージの高さ、心の力、視野の広さ、心の使い方、これを日々意識したら皆さんの人間力が確実に上がってきます。もうね、